8月の市長記者会見が開かれましたこの中で私たち松阪高校放送部が行政チャンネル番組にアナウンサーとして出演することや「松坂サイクルチャレンジ in かはだの開催「市民意識調査アンケート」の実施などを発表しました平成29年度に行われた。 市民意識調査アンケートによると行政チャンネルを見たことがないが60%以上となっていて今年度は市民の皆さんに日頃から見ていただける番組作りを目指そうとさまざまな取り組みをしています。その一環として 松坂高校放送部が行政チャンネル番組のアナウンサーとして出演することとなりました。これは、高校生やその保護者世代の視聴機会を増やすことが狙いです。また、松坂高校の放送部にとっては、市民の皆さんへの活動の発表の場ともなります。 記者会見中には私たち松阪高校放送部が竹上市長から委嘱状を受け取りましたまたその後には公開収録も行いたくさんの記者の皆さんから取材を受けました今後8月中のすべてのアイウェ e ブ松阪のアナウンサーは松阪高校放送部が務めます また、9月以降は月に1、2度、出演すす。る予定ですこのケーブルテレビを通して、町の,の方々に、松さ高校の放送部をもっとよく知ってもらえて、町、まあ、であって、あ松ま高校の子だよねとか言われるような、そんな地域との密接な関係を築いていきたいと思います。はい、続いて、松坂サイクルチャレンジ in ・柏田峡を開催することを発表しました。 でえー、あらかじめ松阪市内で設定した大石、ね、町から飯南、えー、飯高地域のチェックポイント18箇所を参加者がスマートフォンなどで撮影しその撮影箇所の数に応じてポイント証を発行するというものです、えー、の期間間は水曜曜曜日日日日日日を除く9月24日月月24 12 2から12月2日日曜日の間です。 受付は道の駅飯高駅で行いますなお9月23日日曜日にはイベント開催を前にキックオフイベントを行います競輪選手から自転車の乗り方などのアドバイスを受けたり一緒にサイクリングを楽しめたりするというものですぜひご参加ください 続いて今年度も市民意識調査アンケートを実施することを発表しました松坂市内に在住する15歳以上の3000人を対象として実施します調査期間は8月21日火曜日から9月7日金曜日です,、えー、す,です松坂市が抱えるさまざまな課題の解決につなげていきたいと考えています ご自宅などにアンケートが届きましたら、はい、ぜひご協力をお願いします。